ということで今日はですね、うろ覚えの記録シリーズということで、ね、昔ね、どっかのブログに書いてあったことであったんですよ。どっかのブログにね、石村舞香おたのね、すごい遠征記っていうのがあって書いててあって、読んで感動したんですけど、今そのブログをどこ探してもないので、私は記憶を紐解いてですね、解説していきたいと思います。で、何が起きたかというと、時は2005年の10月2日、西村麻友葉の卒業公演でございます。で、ベリーズ工房はね、昔ね、8人いたんですよ。8人いたんですけど、最後7人だったでしょ。昔8人いたんです。で、石村麻友葉っていう子が卒業してたんで、今7人になったんですけど、これ卒業した日が2005年の10月2日、会場は東京厚生年金会館、これそれを卒業公演でございます。18時開演、20時閉演でございます。で、今日の主役のブログ主は北九州に住んでおりました。北九州に住んでまして、本当はだったらこの人はチケットを買ってたんで、普通にこうバーって、新幹線かなんか、もしくは飛行機使ってのんびり東京着いて、ブラブラしながら、ゆっくり卒業公演を見ようっていう算段だったんでしょうね。多分2公演取ってたと思いますけど、昼公演と夜公演ね。でも、この人にある不幸が訪れます。10月2日、仕事が入ってしまいました。で、この人でしか片付けられない仕事が入ってしまったために、行けなくなってしまったんです。しょうがないと。でも、この人は考えたんです。どうしても見に行きたかったんです。石村麻友葉の最後。で、どうしたかっていうと、行ける方法を考えたんです。で、まず昼公演まず捨てましょう。夜公演の8時までに間に合えばいいんです。8時まで間に合えばいいわけですよ。8時まで付き合いんです。最後見れりゃいいんですから。っていうことを考えたら、仕事終わってからでも行けんじゃんってなったんですよ。この人思ったんですよ。で、実際行動を起こすわけで、当日ですね、10月2日当日、この人会社にね、仕事の無用のバッグと、もう一つオタ用のバッグっていうのをもう2つ持っていくんです。で、会社にもうすでに準備してあるんです。で、そんで、もう再利用も全部入ってるんですよ、この中に。チケットとか。で、仕事やるんですよ。で、この人ね、2日にね、仕事めちゃくちゃ終わしてね、もう支流休憩全部すっ飛ばしてね、もううわーって仕事終わして、4時に終わすんですよ。4時、16時に仕事が終わるんですよ。で、そっからね、この人の会社が、小倉駅の、小倉駅のね、から、大体この辺にあるんだよ。この辺くんわかんねえな、これ。だって駅前にあったらしいんですよ、会社が。だから、駅まで走ってって、会社出てね。で、切符買って、にゃん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 って、外国人から道聞かれたりなんだかして、もうそれやり過ごしてたら、ちょうど小倉駅のホーム、新幹線ホーム行ったら、ちょうどドンピシャで博多行きの新幹線が来たらしいんですよ。で、乗って、多分、小倉から博多まで20分ぐらいなんです。確かね。もっとかかんなかったかな。だいたい20分ぐらいですよ、確か。で、4時20分か半ぐらいに博多駅着いてるんですね。で、こっから福岡地下鉄乗って、だいたい5分ぐらいですよ。で、こっから福岡空港行って、で、確か17時30分の ANA に乗ってるんですよ、確か。ANA の羽田行きに乗って、羽田に19時に着いてるんですよ。確かね。でね、で、また飛行機がね、19時ぴったし着いたんです、確か。定刻通り、本当に電車みたいにぴったし着いたんで、この人はブログで、ANA グッチョブって書いてたし、確か。ANA グッチョブって書いてました。よっぽど嬉しかったんだと思います。で、こっからなんですよ。で、こっからですね、東京厚生年金会館の会場を指示してた人がいるんですよ。で、この人は仲間がいて、で、メールやり取りして、
で、羽田に今着いたと。で、東京厚生年金課が行く方法がわからないから教えてくれみたいなことをメールでやってたら、この人が、この厚生年金会館前にいた人が、周りの人に今からこの石村ガイハの卒業公演を見に来るために福岡から来たやつがいるんだと、羽田、今羽田に着いたと。で、もう間に合うように絶対8時まで間に合わせたいから、なんとか早く着く方法知らないみたいなことを言ってたんです。そしたらどんどん情報が集まってきたんですって。ここにいた人が、ああしろこうしろって。で、まず京急乗れとか で、京急乗ったらもう、なんだっけな、一番前だったから、一番前の電車両乗るだったから、前から3両目に移動しろって言ったのかな。まあ、そんな情報も入って、なんて、そうすると、品川駅から早く、一番早く JR のホームに行けるかららしいんですけど、で、もう、で、山手線乗れとか言ってね、わーって、こう、情報がバン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 入ってきて、で、新宿駅って言ったら、東口の方に走って、そっからタクシー拾って、東京厚生年金会館まで来いって言って、で、これが一番早い。で、こう言われるがために、この人は、ちゃんとこの指示に従って、来るわけなんですよ。まあ、さながらもう本当に、なんかね、対策本部みたいになっちゃったんですって、ここは。厚生年金会館前が。どうやったら、羽田から短時間で、8時まで間に合うように、ここまで来させられることができるかって。で、やっぱね、羽田、ここに来る遠征オタってやっぱりね、羽田からもここ厚生年金会館までね、山嫌ってほどで来てるわけだから、詳しいんですよ、やっぱり。どうした方がいい、ああした方がいいっていうの。で、こういう情報が全部集まって、で、この人たちのおかげで、この人は、九州の音は19時50分に東京厚生日記局に到着したんです、タクシーで。で、タクシーで着いて、ガチャって降りたら、拍手が沸き起こったんですって、確か。ブログに書いてましたから。拍手が沸き起こって、この人、はい、で、お礼言おうとしたら、いいから早く行けって言われて、もう、バーって中に押し込められて、で、アンコール間に合ったんですって、この人は。石村前原の最後の青く包まれたステージに間に合ったんですって。19時50分着いて。ほんで、最後の最後、10分間だけだけども、卒業公演を見れて、この人は、来てよかったなっていう。で、万感の思いで帰ってきたら、さっきまでいた人がみんないなかったと。オタナカンはもういたんだ。オタナカンもいたのかな。でもさっきまでこう拍手してくれた人とか、ほんと情報をくれた人とかがみんないなくなっちゃってて、さっといなくなってたんですって。もで、この人は当日ホテルに、新宿のホテルに泊まって、3日の朝に帰ってるんです。私、帰ったんですよ、飛行機に乗ってね。で、もうお礼がしたいから、ブログで、あの時にお世話になった人の皆さん、本当にありがとうございましたっていう、って書いてたんです。で、それを見て私は非常に感動しましてですね、本当にいい話だと思ったんですけど、なんせこのブログはもうないんですよ。検索しても出てこないんですよ。で、私もね、これはね、いい話だから、で、私のブログとかでもちょこちょこ触れてたんですけど、まあ、あんまり反応がなかったんで、あれを果たして本当だったんだろうかも。今でも分からないんですけども、もう16年も前の話ですからね、もう覚えてる人もほぼいないんじゃないかと思いますけども、こういうのがあったということで、まあ、うろ覚えシリーズですけど、だから16年前の記憶で、うろ覚えで、まあ、記憶を紐解いて書いてるんですけど、大体恐らくこんな感じだったと思います。だから意外な場所がね、すごい印象に残ってるんで、こういう細かいことを全部覚えてるんですよ。はい。なので、ということで、私もですね、やっぱこれを見てですね、あまり、諦めないと。ね、ああ、これいけないなと思って、いけないなと思って諦めない。いける、もしかすると見れるかもしれないから、いけるところで行ってみようと思った。ことでございました。今日はですね、石村舞香卒業公演の時に起きた、まあ、奇跡の物語みたいなのを解説してみました。はい。
ということでですね、また、こういうなんか、うろ覚えのことがまた、思い出したらまた、やっていきたいなと思います。はい。今日は以上でございます。はい。